皆さんこんにちは。簡単で美味しくて安い料理レシピを配信する晩飯チャンネルのてっぺいです。今回はアウトドアでも活躍間違いなし、発酵不要の混ぜるだけもちもちパンの作り方をご紹介します。それではよろしくお願いします。材料は白玉粉とホットケーキミックス、それぞれ 50g、 絹ごし豆腐 100g、 砂糖適量。ボウルの中で白玉粉と豆腐を混ぜ合わせます。菜箸でもしっかりと混ぜることができました。ご覧のようにダマがほぼなくなってしっとりなったら、ホットケーキミックスを加えてさらに混ぜ合わせます。実はこの時砂糖も加えるはずでしたが、撮影に夢中になりすぎてすっかり忘れてしまいました。仕方がないので大きな塊になった後に砂糖をまぶしましたが、特に問題はありませんでした。ボウルの中身をビニール袋に移動して手で揉み込みます。ちょっと柔らかすぎかなと思いましたが、クーラーボックスの中で30分ほど寝かせます。寝かせた生地をゴルフボールサイズに丸めます。油を敷いたフライパンに生地を等間隔に並べます。弱火で片面10分、蓋をした状態で焼きます。さあどうだろう。10分経ったらひっくり返し、さらに蓋をした状態で10分焼きます。両面10分ずつ焼いた後に、私の好みで側面にも焼き色をつけました。これにてもちもちパンの完成です。企画つぐみ、撮影ナレーター鉄平、皆さん今回もご視聴ありがとうございました。次回も簡単で美味しくて安い料理レシピを配信するのでご期待ください。家族ラジオ JOBBB695 でももちもちパンを特集するので、再生画面下の説明欄からラジオもお聞きください。それではさよなら。うわ、うまっ。めっちゃもち、うん、食感的に言うとポンデリングをさらに、うんうんうん、もちなんかもちっとした感じ、うんうん、あ、これは変は尊敬です。もうありやんな。うん、ありあり。